はい、皆さん、こんにちは、つばきちです。ということで、今回もつばきちラジオやっていこうと思います。まあ、ちょっと滑舌悪いって言われたんで、もうくっつきが悪いんですけど、まあ、やっていこうと思います。まずは、田中達也選手が福岡という情報が流れてきたんですけど、まあ、福岡がオファーっていう感じで、流れてきたんで、まだわかんないんですけど、すごい実力がある選手なんで、全然 J1 でももう全試合出てもいいぐらいなんですけど、まあ、浦和ではあんまり、試合には絡めてなかった印象があったんで、個人的には移籍するんじゃないかなと思います。まあ、まだわかんないんですけど、個人的に福岡行ったら結構面白い感じにはなりそうですね。はい、次は大畑歩夢選手ですね。浦和がオファーっていう感じになってますね。将来性がある選手なんですけど、まあ浦和に行ったらでもどうなんですかね。酒井宏樹選手がいるんでね、右サイドバックってイメージがあるんですけど、左サイドバックもできるのかな。ちょっとその辺はリサーチが全然できてないですけど、個人的には右サイドバックってイメージがあったんで、まだわかんないですけど、移籍したら楽しみな選手ありますね。はい、次、長谷川達也選手ですね。この選手は確実に移籍はします。ここはもう明言します。ただどこ行くかはまだわかんないです。一応清水っていう感じにはしたんですけど、それ理想なんで、あくまでね。地元が静岡っていうこともありますし、可能性があるとしたら、岩田とか清水あたりなんじゃないかなと思います。移籍は確実だとして、川崎でも全然試合に絡めてない感じでしたので、移籍は確実です。何回言うんで、清水か岩田で言ったら清水の方が可能性が高いんじゃないかなと思いまして、清水にしました。最後は宇佐美貴史選手ですね。この選手は今日じゃないね。昨日って読めるのかな、わかんないですけど。川崎がオファーっていう感じで、すごい大々的に出てたんで、これは移籍するんじゃないかなと思いますね、宇佐美選手。普通に試合にも試合にも出てますし、ガンバ大阪の主砲ですからね。これ移籍したらなかなか禁断の移籍にはなるんですけど、移籍したら楽しみですね。川崎すげえ楽しみですね。はい、ということで今回これで終わりたいと思います。あくまで確定の情報ではないんで、あんまり信じない方がいいですね。50% 信じて 50% 信じないみたいな感じで聞いてくれたら嬉しいです。ということで今回これで終わりたいと思います。また移籍情報をあげるのでよかったら見てください。それではさよなら、バイバイ。